こんにちは、アミラーチャンネルのアミです。今回は日立市にやってきました。ここは諏訪の水穴です。で、ここにはいろいろな伝説がそこに書いてあるんですけど、水戸黄門の徳川光圀さんがこれより先に入っちゃいけないよって言ったとか、いろいろお話があるんです。で、ここには史跡巡りっていうふうにも書いてあるんですけど、こっちの石碑かなには天然記念物とも書いてあるんです。不思議ですよね。最近見つけてちょっと来たいなとずっと思ってて、やっと来れました。で、向こう側には神社もあって、福島神社って書いてあります。で、私が行こうと思ってる穴はあそこの穴かと思います。それでは早速行ってみたいと思います。それでは行ってみたいと思います。この階段を降りていきます。よいしょ。すごい細いここすごい作られた感のある橋。よいしょ。で、多分私が行きたいと思ってる穴はここだと思うんですけど、その前にちょっと向こうにある神社にお参りしてから行こうかなって思ってます。ここを渡るのも濡れちゃいますね、ここ私は今日ミーさんで来ました。これミーさんで来たので濡れても平気なんですけど、もし来るときは濡れたもういいやつで来た方がいいです。冷たいかな。いや、あ、冷たいけどそうでもないよいしょ。うわー、すごい。水を渡って神社に行くって初めてだと思う、私よいしょ、お邪魔します。はい、じゃあここでちゃんと無事に帰ってこれるようにお願いしたいと思います。はい、お参りし終わりました。これから穴に行きたいと思います。どっから行こう。結構冷たいんですよね、思ってるより。よいしょ。あ、冷たい。すごい探検家みたい私はい、水はこんな感じです。結構流れが強いかな。怪しいよ。冷たい水。冷た。よいしょ。あ、気持ち悪い。下のうにゃうにゃしてる。怖っ。何かいそうじゃない？なんか触った私の頭。ちょっと待って、これ服装とか全部間違えた気がする。3、え、どっち行くの。こっちか。めっちゃ怖い。この中真っ暗です。今ライト持ってるですけど、すごい怖い。本当に行くの、ここ真っ暗。いや、コウモリとかいそう。虫とか。下大丈夫？蛇とかね。冷たい水が、本当に。ちょっとこう、風邪ひいたんじゃない？いやー！あ、でもちょっと高くなった。さっきより天井が高くなりました。よっ。水も薄くなった。怖い
怖っ。でもちょっと広くなった、ここだけ。意外と水の勢いが強いです。本当にこれ行って大丈夫なのかな。わー、鍾乳洞なのこれ。本当にすごい。これ動画で暗いのに見えんのかな。私の目では結構ちゃんと見えます、水も感じも。でも動画だとどうだろう、見えるかな。ちゃんと上が鍾乳洞っぽくなってて水が垂れてる感がある。怖い。下の水はめちゃめちゃ綺麗です。すごい鮎がいそうな感じけど怖い。大丈夫かな。ここからがすごい低くなる。この先がちょっと、この先は低すぎて私でも行けないかなって思うので、ここまでにしますけど、周りはこんな感じです。めっちゃ低いです。気になる。でもこの先がどうなってんだろう。ということで今回はここまでしか来れないんですけど、ここが一番高いです。全然私が立ってもまだあるので、ここが一番高いエリアになっています。はい、なんとか無事に脱出しました。すごい狭いところもあったんですけど、探検する気分楽しかったです。ということで今回は日立市にある諏訪の水穴に遊びに来ました。ここはちょっと水量によって入れるとこがネットに、入れる入れないがネットに書いてあったので、前の日とかが雨の日はちょっと来れないと思うので、天気をチェックしてから来てみてくださいね。ありがとうございます。アミラーチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。